私、パスタアレルギーになりました。みなさん、こんにちは。カノンチャンネルのせーの、カノンです。今日は、私の最近の近況についてお話をしようと思います。感づいてる方も中にはいると思うんですけれども、実は最近、動画の投稿頻度が下がってきております。で、それにはちゃんと理由があって、簡単に言えば肌荒れが原因で動画の投稿間隔がちょっと空いてしまったっていうのがあります。で、その最初の方はね、その肌が荒れる原因っていう何があるやろなっていうふうに思った時、最近変なご飯食べてるわけじゃないしな、外食してないし、てかまあそもそもね外食行けないし、遊びに行ける場所もない、友達を招いたりだとか友達のお家に行ったりすることもできないと、そういう意味でなんか家にずっといるっていうストレスなのかなとも思ったんやけど、まあ、もちろんそれもあると思う、ぶっちゃけ。果たしてそれが 100% の原因なのかなとも思ったり、ネットで調べたら、まあ、食生活が原因になってる場合もありますよっていう風に書いてあったんです。で、食生活かと。食生活はまあ別に毎日パスタ食べ、私パスタを頻繁に食べるんです。イタリア人並みに。最近ちょっと外でね、イタリア人と喋った時があって、その時にも毎日僕パスタ食べてるみたいな、私も食べてる毎日みたいな、それちょっと話盛り上がったんやけど、さすがにちょっと最近本当に毎日パスタ食べまくってるから食べるのやめてみたんよ。そしたらそれが原因なのかちょっと正直今でにあんまりわからないけど、もうちょっとね肌の調子が良くなってたんよね。で、大丈夫じゃんと思ってなんかパスタまた作ったの。すると、あれあれと、また肌が荒れてきたなと、おかしいなと。で、どんな風に荒れてるのかっていうと、見たくない人がおればスタートって言ってから、はい、オッケーって言うまでちょっと目そらしてていくよ。別に悪いわけじゃない、すごいやばいわけじゃないからね。はい、じゃあ行きます。3、2、1、ほい。まずね、ここちょっとピントがあざみたいになってるね。ほんで、やばいくない、ここら辺。今ね、ファンデーション塗ってないから、あれね、ここら辺もちょっとなんか荒れてるし、あとここもね、端っこばっかりかな、ここが荒れてる。はい、オッケー、こっちまで大丈夫。もう今見せたところはこの顎周りなんだけど、ここにもあってね、まあ、これで最後。おしゃ、あっち向くタイム。はい、ここちょっとここら辺がちょっと赤く星みたいなものが出てきてしまいました。オッケー、もう大丈夫。今見せたところはこのちょうど黒いカーテンが隠れる部分に赤い発疹ができるみたいな感じ。湿疹だから、パスタが完全な原因で荒れてきたっていうは言い切れないんだけど、アレルギーなのかなって。コップによく例えられるよね。その人によってそのコップの大きさが違うんだけど、コップが溢れるまではここにあるわ、アレルギーにはならないんだけど、コップが溢れた瞬間にアレルギー症状が出るっていうの。小麦なのかな、分からんけど、私の場合は数年かけて小麦のメーターを貯めて、つい最近溢れたのかなみたいな、分からんよ。肌荒れ？肌荒れならメイクで隠せばいいやんって思うじゃん。最初の方は私もファンデーションをぬるぬるしたりだとか、コンシーラーをちょっとぬる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 したりとかしていたんやけど、お化粧のりが悪いのなんの、そこだけ変な肌色の色になってるみたいなね。隠せば隠すほど肌がね、どんどん荒れていったんよ。だから今私ファンデーションできない、今で。荒れていけばいくほど、まあ、ひどくなるわけだから、動画撮れなくならん普通に。まあ、それでもその上にコンシーラーとかメイクを重ねていけばいいって、確かにそれ思うよ、私もそれ思ったよ。ただそれって再現ないなっていうふうに思って、肌が良くなるまでちょっと動画を作っていなかったっていうのがそういう理由です。で、しかも動画越しではぶっちゃけ全然わからないし、目立たないから別にいいんじゃないっていうふうに思った方いると思うんですけども、それで人に会ったらどない、嫌じゃない。まあ、といってもね、今こういう時だからあんまり人と会う機会も本当にないんだけど、しかもこれ完全に悪循環なんだけど、肌がまあ良くなるまで動画を撮らないでおこうとすると、動画撮りたいのに撮れないっていう思いがどんどん積み重なっていくわけで、しかも同時にその肌がねちょっとあんまり不調子だったらテンションも下がったりとかして、こういう気持ちで撮っていいのかなっていうのがありました。別にねちょっとねここで語りたいとかというわけではないんだけど、この際だから言うけど、私めっちゃ YouTube 大好きなんよ。で、大好きな YouTube を作った後、その動画を見た視聴者の方々のコメントを見るのも大
好きなんよ。そう、見てくださる皆さんがいるから頑張れるみたいな。いや、まあこれは他の人にでも言えること。もうこれは私だけじゃなくって、その YouTube のコメント読んでる人であれば必ず全員が思ってること。これ本当の話だけど、例えば何かをしてすごい疲れましたと、あー疲れたなと、そこでコメント読むと元気が出てくるからね。本当にやっぱ言葉って魔法。まあその言葉もちょっと使い方を間違えれば狂気にもなりかねないんだけれども、話を戻して、やっぱちょっと肌の調子が悪いから動画を出さずにいたってなると、なんかどんどん私の楽しみっていうのもなんかまあなくなってくるわけよ。紅茶頼むわ。やべ、どこまで喋ったっけ。まあ別に肌が荒れたぐらいで一本の動画にする必要もないじゃん、ぶっちゃけ。だからまあ言わないでいたんだけど、思ったよりもね、本当に長引いてきてしまって、今の私は一人で今までここに来てるわけじゃないし、動画を見てくださったり、いいねだとかコメントくださる皆さんと一緒に作ってきたチャンネルだなっていうふうに思ったら、まあ、言った方がいいなって思って、まあ、今回こういう動画を作ることにしました。やからね、動画の投稿頻度が落ちてしまって本当にごめんなさい。動画を撮れないことで、動画を上げないことでストレスを溜めていて肌が悪くなっていうのもあるとは思うの、正直マジで。まあ、パスタに限らずね。だからもうそこ割り切って、肌荒れてても普通にこれから平気な顔して動画を撮っていこうと思いました。まあ、悪循環をストップする。こう見えて私パスタ大好きやから、でパスタに関しては私の秘伝のオリジナルレシピである、めっちゃ美味しいクリーンパスタとオイルパスタの作り方の動画を、肌荒れが治って、まあ、大丈夫そうだなっていうふうに思える段階で作ろうというふうに思います。最近動画を上げる頻度が落ちてしまったっていうお話でしたね。あーよいしょ、いいよ。ほいじゃ、ここからは最近起きた出来事についてお話をしようと思います。今日家の近くのスーパーに行って、あのパスタ用のねいやでもしばらく食べないから大丈夫、ちゃんと未開封だから、白ワインを買いに行きました。まあ日本でもそうだと思うんだけど、白ワインのコーナーってまあそのスーパーの端っこにあるやん。まあイギリスのその私の行ってたスーパーでも、もう本当に端の端だったんだけど、そこに行くと女性がすすり泣いておりました。で最初はあー泣いてるけど、近づいて大丈夫ですかなんて風に言うと、逆になんかすごく嫌がれるのかなって風に思って、どうしようみたいな感じでちょっとワイン見てるふりしてうーんって風に迷ってたんだけど、それでも泣いてたから、あの店員さんがお店に入る裏口っていうの、それもなんかスーパーの端っこら辺にあるじゃん、そこから出てきた時にあの泣いてるその女性を見つけて、大丈夫って風に言って、なんか慰め始めたんよ。で私もすごくちょっとね気になってたから、 Is everything okay? って、あの大丈夫ですかっていう風に言ったら、その女性は彼氏から別れを告げられたみたいで、気持ちに整理がつかなくて泣いてただけだから大丈夫っていう風に泣きながら話してたのね、その女性が。そしたら店員さんが、始まりがあるから終わりがあるし、終わりがあるから始まりがあるし、辛い時こそ笑えなくても意味がなくても笑うんやって、笑顔でいるとなぜか知らんけど気持ちが軽くなるし、相手にもその笑顔が広がっていくんだよって、笑顔でおればまた新しい出会いがあるよ。僕なんてこの間飲酒運転で免許剥奪された上に車が大破して、保険金で50万くらい支払わなきゃいけなくなったし、裁判所で有罪判決が出て20万また払わなきゃいけなくなった上に、彼女とも別れる羽目になったんだから大丈夫大丈夫って風に笑顔で言ってました。あまりにも笑顔で自分の壮絶体験を明らかんと言ってるもんだから、ちょっとねその女性の笑顔もほぐれていきましたそんなウルトラエネルギーを持った男性の店員さんに今日は会いました。これ本当の話だからね。そしたらこれ僕の携帯やと、さりげなくナンパされて女性の顔が引きつっていたのは言うまでもなかったという。どこにおっても何しとっても自分がどんな状況に置かれとっても笑顔でおることっていいなーってふうに改めて思いました。これ本当にあった今日の出来事なんだけど、これを受けてね私ある人を思い出したんだけど、以前私がホームレスの方にインタビューした時があったんだけど、その男性が撮った写真がカレンダーになったんだけど、このカレンダーの写真一見見ればかなりなんだろう、あの道端に咲いてる花ってふうに思うかもしれないけど、道路沿いに
咲く花としてはめっちゃ立派な花じゃない、これ。そう思うといつどこに行っても何をしていても自分がどんな状況に置かれていてもこんなに立派な花が咲くことをできるんだっていうメッセージ性がある写真だなっていうふうに思ったら、なんかめっちゃ深いなっていうふうに思いました。